お金たぶんつくしないの。ああ、そうなんか。うん。たまに提供のキャロット。あ、ありますね、提供の。カレー味のチーズに揚げパンなんですけど。あ、カラマチってないよね。あ、カラマチ。ありがとう。あ、ごめんなさいね。すみませんでした。大丈夫。はい、では、ありがとうございます。雨やしな、相当明日じゃダブリやって。はい、昼からですか。雨やな、ここ、これ切れてる、うん、ありがとうございます。まあ今年最後やし、じゃあな、頑張っていこういう方か、じゃあな、うん、フレッシュコイスからさ、うん、新入社員がフレッシュで、かわいいな、かわいかった。やっぱり最の人もだんだんそうやって気に、大会歩いてた、あ、まあ、3年ぶりに、あ、そうか、うん、よかったな、うん、もうあんた何にもないまま終わってしまったら、うん、パスコのホームページ見てたらさ、うん、なんか冷凍のな、うん、
ここへ入れて冷ましておいて、ちょっと冷ましてから挟みます。はい、丸一日ないな。ああ、それで、せーの。どこまでったらそんな丸一日も過ごせんのかな。みさきちゃん。お金多分尽くしないんか。あら、そうなんか。うん。せーけど、それは共存。5000円。無視したい。
最後にお塩。最後にお塩。うん、はい。そこはね。はい。昔からお砂糖と小豆と最後にお塩入れたら甘さがちょっとキュッと甘くなるというか締まるからお塩ちょっと入れる。もうそれだけ。本当に。はい、はい、こんなもんです茹でたてですよね。茹でたて、はい。こんだけ膨れてるんです。もう最初に作ったやつ。あ、全然大きさちゃいますね。はい。これがいっぱいまでなったら焼きます。はい。さっきの食パンを焼きます。はい、ちょっと置いておきます。このまま。Thank you.
ウインナーとハムが4個ずつ、はい。サラダ、コロッケが2個ずつ、はい。はい、何時頃お見えになりそうですか？塩パン、ちょっとあのハードな、ああそうなんですね、はい、ありがとうございます。お願いします。 S の300 2箱。
袋のナンバー12も1箱。カレー味に揚げパンなんですけど、はい、まあ、こういうのがある。ニューバード。ニューバード。はい。これを入れていきます。でパン。どこやったんやろな。あらへん。農民町が。いっぱい聞いて。紅茶。
ニューバード上がったよ。はい、こんなんね。中型やな。ベニーシーが高い。